今シーズン最初のリーグ戦4月の30日第9節東京のホームゲーム、その時は1対0で東京が勝利を収めています。まあ、ルヴァンカップでもプレーオフステージで2試合戦ったんですが、いずれも1対0というスコアで東京が勝利。したがって今シーズン公式戦は、まあ、FC 東京が3戦3勝というそういうカードにはなります。青山のところにこぼれていきます。さあ青山飛ばしてフェリペシューバ一気に入ってくるか。高橋も追い越す動きを見せる。フェリペシューバ横に流して青山ビッグチャンスでしたが、広島青山の左足はわずかにバーの上。そうですね、ワンタッチあったんですかね。もう一度ご覧いただきましょう。まあもちろん残留がかかっている、そのあたりも当然含めて今日は絶対勝ちたいところです。さあ長い先に触ってかわした。いやーよく出ましたね。ただ少し流れた。太田のクロスこぼれて足元浮いてしまった。いやー少し力が入りましたね。いやー完全にフリーでしたが橋本。フェリペシューバーアウトコースター。広島先制、残留へ向けて絶対に勝ちたい広島が前半の終了間際に先制です。フェリペのシュートコース変わって柴崎選手でしたね。先制です。いや積極性が実りましたね。もう一度ご覧いただきましょう。これフェリペシューバが、あ、もうこれは柴崎が狙ったというよりかも当たって結果的にコースが変わった。はい、そうですね、そういうシーンでした。さあ東京は追いつくチャンスを迎えます。キッカー太田、上へのボール決まった。追いつきました東京1対1。残留をかけている広島に対して東京がセットプレー、得意の得点源セットプレー、しかも最後は山田が押し込んだかという形でしたが、今のシーン、そうですね、まあ、キーパーの手入れない位置にスルーク曲がって入って、ここにうまく入り込みましたね。いいところに入る稲垣、引きつけてフェリペシューバ、エリアの付近には4人の選手、そして高橋追い越す動きを見せる。これはつかず稲垣試合に出られない日々が続き、苦しんだ稲垣が終盤2試合連続ゴール、勝ち越し広島2対1。サンフレッチェ広島背番号15稲垣翔、ついに出ましたね。久保建英がなんとこの失点直後に J1 リーグデビュー戦です。久保建英さん、シュートにいた、まだあるか。いやよく飛びましたね。前田選手もねしっかりコントロールしてから、相手にアポスト。広島は残り20分という攻防、66分に長木の勝ち越しゴールが生まれています。さあ今度はロペスに入るぞ、アンデルソン・ロペス、フリムロペス、サイドネットです。そうですね、高萩からいい形になるか、室谷からのボール、ユインス、まだあるか、久保、コースがあって前だ。いやよく、そうですね、いいところ狙ってたと思うんですけど、今のシーンです。今シーズンまさかの残留争いという広島が、さあただ終盤に来て自らの力で
残留をつかもうかというそんな状況も作ってきていますが、久保失わない、久保久保が最後フィニッシュ。そうですね、寄せられながらもね、自らシュートまで持っていく力はね、素晴らしいですよね。広島勝利は目前。そして今試合終了です。自分たちにできることは広島やりました。2対1の勝利。さああとは甲府の結果次第です。甲府が今日引き分け以下に終われば、広島苦しんだ2017シーズン残留を決めることができます。甲府が引き分けたということで、広島が苦しみながらも残留決めました。